どうだ、こんばんは、どうだどうして、こんばんは、止まってる、画質悪い、画質が悪い、私今高画質だよ、あれなんでだ悪いかな画質、どうかな、なんとか動いてる、なんで始まった時からなんだ今回は、普通にスマホも熱いわけじゃないし、治ってきた、なんでだわ、なんでだ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 、まただまたですね、今日も保冷剤あれなんですよ、後ろにやってるんですけど、見えてる、もちろん見えてるよ、なんだろう、今は大丈夫、よかった、へえ、そっか、もういきなりなんだマジか、そっかそっか、今日はキラキラ、そう今日はねメイクしたんだ、メイクも髪の毛もやったんですけど、そうそう、あそう、皆さんにお伝えしたいことは8月10日の何曜日、土曜日かな、そう2回目の公演が決まりました、ありがたいことに、やったそうよかった、本当に2回目だ、そうまた昼夜で出させていただけるの嬉しいです、そう今回のスケジュール全部に私がいると思うんですよね、今回なんかすごいそれが嬉しくて、やっぱり公演にめっちゃ出たい人だからなんかその今回の前回がそんなに出れなくてすごい悲しかったから、今回は出れてすごい嬉しい、さあ8月10日だから8月8日に誕生日を迎えるんですけど、誕生日後すぐの公演嬉しいそう嬉しいです、そうそうそう、本公演にも出させていただける、そう前座もいるので、そうよかった嬉しいよ、2回目18歳、そう誕生日後の初めてがさ、こんなすぐ来ると思ってなくてそうそうそう、嬉しいお知らせができました、あとなんだろうね、そう来週はなんか誕生日もあるし公演にも出させていただけるっていう、なんかいろいろすごい嬉しい、プラスで自主練とかも行きたいと思ってるから、来週はなんだろう、忙しくなるのかななんて思ってます、水分補給した、してるよしてますよ、でも思い出いっぱい公演全部の曲が好きだから、そう嬉しいな、走ったりしてるんですけど体力ついたかって言われる、ただ筋肉痛になっただけ、いや今回はウェーブでもない気がするな、練習中飲んでるのはお水、うんお水かな基本、次は4期生2人同時に本編出たい、そうその話をね前なーちゃんとしてて、私たち初日に出させていただいたんだけど、新しいポジションも覚えたいよねっていう話をして、でいつか2人で出たいねっていう話もして、そうだから2人で出るようにも頑張りますそうあゆも12が初で、そうそうそう、あゆのお話といえば私があゆに動画をね
公園の踊ってる動画を送ろうと思ったんだけど、あの普通のレッスンの時の動画を送ろうと思ったんだけど、その動画を送ろうと思って、あの送るさあれしようとしたのに、うん、あのなんて言えばいいんだ、容量が多くて送れなかったんですよ。で本当にごめんみたいになって、利休組全員一緒に中華料理そうだね、確かにそうだったね、利休組って呼ばれてるのか私たち利休組、そう利休組って呼ばれてますねそうでも大体みんなもう分かってたんじゃないかな。そう、利休に行ってみゆみゆさんにそうおごってもらったそうありがたいことに、 その時のあれはあのロックの振り入れをしてて、で出られるか分からないけどロックは一応振り入れしましょうっていう話になって、みんなで行って、そしたらなんか結局ロックに出たのはなんちゃんだけだったけど、でも覚えてて損はないからっていう。青臭いロックとかいまだにさ踊っちゃうんだよね、楽しい。だからその青臭いロックとかさ難しい曲を踊ることに対しても、出られるか出られないかよりも覚えて自分のなんだろうプラスにしていけたと思うので、それはすごい大事なことだったんだけど、そう利休組って呼ばれてるそうなんです、あゆと私となーちゃんがたまたまね、そのレッスンの後にみゆみゆさんにご飯に誘われて行って、その3人の名前が利休組になってた知らなかったな、めっちゃ好きなんだよね、あのこれはねさほちゃんと話したんだけど、青臭いロックがもう好きすぎて、でさほちゃんと曲の好みが多分合うんですよね、誇りの丘とか青臭いロックとかめっちゃ好きでドローンジェラシーとかも好きで、青臭いロックいつかやりたいよねっていう話をした。そうそうそう、佐藤利休ねえとにかくありがたいことに2回目に出させていただけるので、また夏盛り上げていけるように MC ももっとうまくできるように頑張ります。だからぜひみんな来てね待ってますね、待ってますね。わあ、ありがとう。仕事なんとか、そっか、そうなのか。投げようかなと思っていたとか。じゃあぜひ来てください、本当に。今度は絶望の後でね、あの反対を向かない。絶対に反対を向かない。うん、私も最大の、なんだろう。ミスといえばそうあれだったかなと思いましたので、絶望の後での2番の「あー青い空は」のとこでこうやってさ真ん中にいる人をみんなで囲む振りがあるんだけど、一人だけなんか反対向いてたっていう、このなんかすごい恥ずかしいことをしたので。そうそうそう、あお盆なのか、ね、生誕 T シャツとかも間に合うのかな、確かに。
外に向かって、最初うち次外なんだけど、外うち外みたいなそう恥ずかしかったなね。間に合ってほしいね、ぜひ間に合ってくれ、ぜひ。先生から何か言われました。あ、でもそれは気づかれなかったみたい。あとなんだろうな、どうかしておめでとう、いる声もしか待ってます、ぜひ。もう一回シャビピの衣装を着れるって考えるとすごい嬉しい。なんか前回あんまり写真撮れてなくて、戻り方が上手かった、確かに本当になんかドタバタしせずにスッて戻ったから、それはまあ悪かっ、うん、良かったことだと思うけど、そうそうそう、ありがたいですね。これからこう公園にどんどんさ出ていけるの楽しみだな。そう、これからどんどん公園に出ていきたい、私は本当に。なんか公園にまずもう前座でさ、皆さんからヒロカッピ当たり前のようにいるよねって言われたみたいに、公園にもヒロカッピ基本いるよねの人になりたくて、そう、まずそれが目標かな。もう今日言っちゃった誕生日まで撮っておくつもりだったのに、あ、言っちゃった、普通に言っちゃったやばい、言っちゃったやばいあちゃー、うん、さらっと言っちゃった、そう聞いてないありがとうみんな聞かなかったことにして、そう、うんそうそうそう、ぜひ皆さんリセットしてください。そうだからまだ早いけど、なんだろう、もっと J ポジって言えばいいのかな、なんて言えばいいんだろう、新しいポジションも覚えて、行き急いだそう、行き急いじゃうんだよな私、よくないよくない。そのなんだろう、もともとのポジションが J ポジなんだけど、そうじゃなくてどんどん I H ってどんどん上に行けたらなって思います。いろんなところをね覚えて、もう言わない方がいいかな、そう、今日もいるじゃん佐藤ひろかになりたくて、もうなりたいんです本当に。誕生日まで撮ります、撮っておきます。じゃあなんか話すこと、今日はずっとゆきりんさんのYouTube を見てましたゆきりんさんの YouTube ずっと見てて、それで私の一日はもう終わってしまったようなもので、ゆきりんさんの YouTube ずっと見ながらメール書いて、でメールの
8月7日何時にもう保存、なんて言えばいいんだ、なんだっけな、予約送信してそうそうそう、もう本当にずっとゆきりんさんの見てた、なんかコンサートの裏側とか武道館の裏側とか、あとランダムダンスとかも見たし、好きな曲一覧とかも見たし、ゆきりんさんずっと見てた。来年は手本出てほしい。私も出たい絶対出たい。僕あたチャンネル、そう、僕あたチャンネル大好きで、私あのそれも YouTube で見れるんだけど、僕わたチャンネルっていうチャンネルさんがあって、私それすごく好きなんですよ。だからそれもなんか毎日毎日更新されるのね。でたまになんかなんていうの、まとめみたいなのが出るんだけど、それ全部見ててそう、めっちゃ面白いんだよね。ぜひ皆さんも見て、絶対ハマるから。愛する人、あーそう、キウイサイダー美味しい。大食いのチャンネルとか見ちゃうなんかすぐお腹空いちゃうからさ、私本当にすぐお腹空いちゃうから、なんかそういう大食いのなんだろうものってあんまり見れない縁が取れて買ってきた、美味しいよね縁が取れて。ぜひ皆さんも柏崎行った時買ってください。本当になんかみんなそれぞれであるんだね、ゲームの実況、草刈りのチャンネルなんでだ、なんだろう。あでも私もお掃除する動画見るの好き。ねえすごい、動物系チャンネル、猫なんか猫を見るの好き。お部屋綺麗になった、もうあの綺麗綺麗なんです、あのレイアウトをもう変えて、で今すごい壁がなんだろう、ここでやるのもうやめようかなって思うぐらいにちょっと広く感じてるんだよね、今部屋を、お部屋がね。どうしよう、トムくん寝そべれそうなくらい綺麗な、なんかどこでも寝るからさそう、お部屋の模様替えをしました。そうなんです、そうなんです、壁紙は素敵そう、壁紙は常に素敵。あゆちゃんもめっちゃお部屋、そうなの、あゆも見てなかった、どうしよう、お別れはしたくないけど、でもここ好きだけど、なんかここを生かしたいんだよね、この角を
そう。逆にね、私が落ち着いてる場所ではあるけど、皆さんも落ち着く場所だもんね、ここは。窓側だと自然光でさらに漏れる。確かに。私あんまり日中に配信しなくて。そう。キャットタワー置く毛だらけになっちゃうんだよな、キャットタワー置くと。そう、木曜の朝配信だけだ。そうだ、あと基本私あんまカーテン開ける人じゃないから、それはちょっと人としてもどうかと思うけど。扇風機も近いなら、あのね、扇風機は常にどこにでも来てくれるから、私がどこで配信しようと扇風機はどこでもねついてきてくれるから、私はね扇風機の配置はあんまり考えてないかな。そう、フッカルなんだ扇風機。でも最近すごいなんかね、欲しいって思ってるのが、あの真ん中が空いてる扇風機、このこうなってて、この横の部分から風が来るあの扇風機がちょっと欲しい。そう、ちょっと欲しい。そう、ダイソンかな、なんかすごい欲しくて。みんなダイソン、ダイソン。あれ欲しいんですけれども、あ、お高いんだ、お高いんだ、じゃあいっかな。まあでも、まあお高いのは知ってたけど、欲しいよねダイソン。ダイソン欲しいけど、扇風機何台か買える。確かに、確かに。だったら扇風機2台ぐらいでさ、もっと冷やせばいいじゃんね。そう、本当にどこから風出てるんだろうってぐらい、あの扇風機面白い形してて。掃除機もダイソン、いやダイソンではないけど、なんかダイソンもどきみたいな感じかな、コードレスで。でも基本最近の掃除機ってコードレスか、モーターを充電してそれを取り付けての扇風機、あ違う、掃除機。ダメだ、今何にも考えてないのがバレた。そう、待って、じゃあお水飲みます、はけます。あ、美味しい。紙手に履けますよ。なんか分かってきたかも、紙手に履けるのが一番楽。そう、綺麗に履けれる。でもなんだろう、なんだろう、服の片付けが一番手こずったかな。なんかみんなが服も断捨離した方がいいって言ってたから、服も断捨離しようと思ったんだけど、やっぱ服にも思い出って一つ一つあって。そう、そうなんです、服にも実は一つ一つ思い出があったりするから、いやーどうしよう、いやーこれはって思ったけど、意外と捨てれたんだよね。そう、着ないのがやっぱいっぱいあって、逆に着るのばっかで、私すごいなんか
言っていいのかわかんないんだけど、あんまり着ないのと着る服のメリハリがすごい。そう、エスプレッソ生きてる。エスプレッソは多分捨てちゃいけないって思ったけど、エスプレッソを、ね、そろそろね、そう、そろそろ寿命があれだけど、でもお話し会で着るって決めてるし、捨てちゃいけないと思いました。そう、お気に入りの服はいっぱい、そのお気に入りに入らなかった服は全然着ないっていうのに気づいちゃって、そう。エスプレッソを卒業する日まで残してください。やだー、誰かに譲るじゃ、ゆうたんとか